はい、アングラーズリパブリックの沼田です。8月に続きましてね、今9月なんですけども、再び福岡県、ここはね、新宮から出ての愛の島やってまいりましたね。諸走路これでね、前回はね短時間だったんでね、今回はね島を今ねぐるっと一周して、時間的にはもうかなり日が高くなってますんで、まあ、魚の風ちょっと低いかなっていうところの前提からねゲームスタートして、今日はちょっと長い時間ありますんでね、ゲームを組み立てていこうと、そういうふうに思います。で、まあ、気配と、それからまあ状況を考えるとね、この東側っていうところ、このエリアが比較的潮通しと、それから地形変化、水深と、割とね条件が揃ってるなというところでね、ただまあ今もう9月の声聞き出すとね、当然沖縄となんかで青物の声なんかももう聞こえて、いいシーズン、またいろんなエリアでこう楽しめるようになってきてると思うんですけども、船のね発着フェリー、シエト船のね発着場のところにいるベイトはね20センチぐらいのアジ、このエリアに関して言うとね5センチぐらいのね、そうイワシっぽいベイト、ちっちゃいんですよね。まあ、それが多少、スクーリングしているような状況、そんなにねごっそりいるわけではないんですけども、まあ、そういうのがねパッと通過した瞬間、こう区域がパッと立てばね、あ今一瞬あれ追っかけてんな、追ってる追ってる、あそこの潮目上見てるね、ちょっと移動しようか。うっすらねここね今ね潮目が差したエリアね、2度ほどねこう水面下ほらベイトが今ねちょっとキャストしすぎちゃったね、回収しますけど、水面でねちょっと魚の気配出てます。ちょっと正体見たいですね、あれね、そんな遠いくないです。ちょうどそのポっていうところがあった真下のボトム可愛いけどねこれじゃないね、ボイルしてたのはね、これあのアコウですけどね、これも今、ボトム着底するちょうど駆け上がりの壁にいたイメージなんだけど、やっぱりねこう気配ポポって出てるところの真下、まあ、同じようにやっぱりねこういう下の魚も活性が上がってくる。今ゴールド入れてましたけどね、ちょっとねマスキング系のカラー入れてみようかな。これはねどちらかっていうとねシルエットを強調する感じで、フリンジのところを全部ねダークカラー、ブラックとパープル入れて、でボディ中央はシルバーね、まあ日が高いっていうところでね新色なんですけど、まあ、ちょっとテスト含めて入れてみますね。でこのね、手のカラーはね太刀魚用のジグヘキサーなんかでねマスキングブラックっていう色を入れてたんですけども、まあ、それにちょっとね近い配色です。でこういうね、日中日が高い時間帯反射で見せるよりは割とこうシルエットで見せていく、で、まあ、レッド系みたいな、ソリッドなシルエットというよりはその中に少しねナチュラルな要素残しながらしっかりシルエットを見せるというのがねこういった、カラー特徴です。遠いエリアですね、新色のマスキング系のカラー今ね、入れて最初のワンアクションポッと抑え込みましたね。あ、
また水面でやりだした今一瞬であれかな、魚が食い気出したかもわかんないですね。アコかな、やる気ありましたねこのアコ。くやっぱり少しね遠いところサイズいいですよ。よいしょ、やったー、くやー嬉しいねー、ユファイト、ね、新色、ね、シルエット系のパープル、おーいいね。やっぱりこういう日中になってきてね、餌っ気はあるんだけど今度反射しすぎると嫌がる、そんな魚に対してはね、有効なカラーになってくるかと思います。何かねちょっかい出してくるやつがいるんですけど、場合によってはねこれねアジの可能性もあるんですよね。で特に小さいアジはねすごい好奇心旺盛なもんでね、こういうショアスロー結構アタックしてくる。でフッキングしないというパターンはね結構往々にしてあるんで、まあ、逆にね返してねそれをね、目に見えないところの深いところのベイトっていうイメージで、釣っていくという形でね、まあね、ついついねこう見える範囲追っかけがちなんですけどね、そういうのについてこう回遊魚がね入ってくれてれば面白いんですけどね。それでもねこんだけねアコウのね活性が高いということはね、何かしら水の中の条件でね、一つきっかけさえあればっていうところをね感じます。まあ季節柄ねもう8月を過ぎての9月、秋のパターンでね回遊魚という可能性もありますんでね、ショアスロー今日はねじっくり探っていきます。で今潮としてはこれ今、満潮からの下げ試合、ここにね到着した時はねゴロタの方でね、水面若干こうバサバサっとにぎわす魚がいましたんで、ちょっとねまだ正体が見えてない。だからボトムを叩けばねしっかりね活性のいいアコウがサイズこそ小さいんですけどね、反応してくれるという状況。ちぐそ、ちぐそでしたね。ちぐそということは何だろう、おー、いいファイト、おお、ドラグ出すね。お、ヒラゴかな。お、ヒラゴ。嬉しいポン。やったね。ね、今ね、ポイントね移動してきて、やっぱり潮通しのエリア来てね、回遊魚期待。マシーズなるなサイズ。ね、今のファイトでロートは991 1.5 号の転売店、ね、30ポンドの、ショックリーダーフロロ、ね、でスリムの30ニューカラーシルエット系の、ね、パープル、いやー嬉しいやったねさあ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 、ね、福岡県愛の島ね、8月に続いてね9月、2ヶ月連続でね今この島ねやってきたんですけどもね、先月はね、フラットとロックフィッシュで、まあ、ここでね、9月迎えて、まあ、回遊魚気配っていう形でね、狙ってやってきました。でやっぱりねロックフィッシュはね、高活性です。で、まあ、それに伴ってね今潮の動き出しでね1本、ヒラゴ出ましたね。でもちろん魚としてはねそれ以外にもこちらでネリ、カンパチの幼魚、それからヤズ、ね、ブリの幼魚、まあ、そういうところがね連れてくるシーズン
今日もねずっとこう島、一周してね、ポイント見て回ったんですけどもね、まあ、やはりね水深それから潮の流れ、まあわずかながら目に見えるベイトもここいるんですね。でそういうの含めて考えると総合的には、今この東の端なんですけども、ここが一つ気配が濃厚かなと、いったところでね魚反応してくれました。でシュワスローね今、日中の時間帯なんでね魚の活性自体は低いだろうということでね、991セレクトして、まあ、今のファイトもね991下から2つ目の竿のね、あれがベンディングになります。タックルバランスとしてはね 1.5 号の転売店メインラインに入れて30ポンドのフロロ、それにスローブラッドキャスト30、今使ってるのはこれ新色です。でフリンジにね、ダークカラーを入れて、で中央にね少しシルバー残すような色で、かつてねマスキングブラックっていう色をね、作ってたんですけども、そんな形で割とナチュラルなカラーなんだけどシルエットでしっかり見せようと、もしくはねこういう日中のパターンで、ギラギラ光ってしまうと、それ自体に反応しにくくなるような時にシルエットと、反射で見せようといったところのカラーが今使っているところの色なんですけども、ここら辺がねハマってきましたね。これ新色です。今ロッドはねこの時間帯潮が、入れ替わったとはいえ活性は低いだろうという形で991、セレクトしています、ね、今立ってる位置が潮効いててずっとね 100m ぐらい手前から打ってきたんですけどもね、やはりね潮通しいいとこ来ると気配がパッと出てくる。おっしゃー、食った。おー、いいファイトする。おーし。今ね、スローブラッドキャスト 30g のゼブラグロ991です。おー、すごい。下に下に行くね。と、やばい。ちょっと待ちますよ。悔しい。お、いけた。やった。おお、なるほど、そういうことかね。これは確かにファイトが違うやっぱり突っ込み方が違うもんね。あ、こちらでね高場って呼ばれる真綿の幼魚ですね。あ、ガチッと根入って、根っこごと今持ってきちゃいましたけどやった。このサイズでもあのファイトだもんね。強い。うわー嬉しい。キビナゴ吐いたね。僕はこっちに来て小さいベイトがいるなって、まあ、イワシの仲間かなと思ったやつは全部あれキビだね。
回遊魚の中でもね、特に、こちらでネリ、関東地方で塩、ショゴ、ね、そう呼ばれるいわゆるカンパチの幼魚なんかはね、こういうブレークラインっていうのを一つのストラクチャーに見立ててね、つくことが結構多いんですよね。これ浜でやってても同じことで、足元のファーストブレイクが意外とつき場だったりね、することもありますんでね。ああ、いい当たり。巻き上げのリールを止めてきました。もう一突っ込みするな。もうね、991。今、上方向にこう、ね、アクションさせていくジグをガツッと止めてきましたね。おお、すごいすごいすごい。ありますね。おおお、これはやったんじゃない？ネリーでしょ。よっしゃやったー。よし、向こうであげましょう。あー強い。あーしゃー嬉しいね、これが出れば、今日はパーフェクトかなといったところで、ショゴ、ね、カンパチの幼魚ですけどね、今上方向へのジグをがっちり止めてきましたね。いやー強いですよね、やっぱりね。やったー嬉しいねーね。あー、まあ今シーズンならではのね、やっぱりいいファイトしますよね。991スローブラキャストスリム30ゼブラグロ、パッパッパッって上に上げた瞬間ドーンって押さえるね、巻き上げのリールがゴッて止まるぐらいの衝撃。やったね。はい、そういうわけでね、9月の愛の島、ね、福岡県は愛の島にやってきたんですけども、先月ね、8月に来た時とやはりね、9月になると魚が変わってくるという形でね、いよいよ青物シーズン開幕かなという形でね、今日もヒラマサ、それからねカンパチ、まあ、サイズはね、このシーズンならではといったところのサイズなんですけども、やっぱりね力強いファイトでね楽しむことができましたね。でショアスロで今日みたいにね、潮の引き出し、それから餌の状況で読んでいく間にもやはりね根魚もその間にも織り込めるという形でね、アコウに関しては硬活性で、その中にもマタが混じったりという形でね、青物それから毒石と、今回9月のねショアスローは楽しむことができましたね。やっぱりね魅力的なフィールドなんでね、できればねシーズン追ってね、楽しんでいきたいなと思いますけどね、9月も満喫しました。ショアスロー最高。